しました。ただいまから皆様を標高600メートルの爽快な大パノラマへご案内いたしましょう。なお恐れ入りますが、乗り物内でのおタバコはご遠慮くださいませ。このパノラマタワーは一名スペースタワーと申しまして、スイスで初めて渡航いたしております。皆様、眼下にまた山賊に見えます神社を中心とした門前町ヤッコは、その昔北陸道の要衝として栄えたところで